西武池袋本店ランコムメイクアップエキスパートの伊袋と申します。本日はランコムからブロンズの色調をベースに秋らしい落ち着いたメイクをご提案いたします。アイシャドウが主役のメイクを2パターンご紹介しますので、ぜひ最後までご覧くださいね。まずは1パターン目です。ご紹介するのはヒプノパレットの新色17ブロンズアプソルです。使う色数やアイシャドウを広げる範囲を工夫すればナチュラルな仕上がりもアクセントの効いた仕上がりもできるアイシャドウです。チップスジェニフィックアドバンストアイクリームをメイクの前にしっかりつけておくことでアイシャドウの密着力がよりアップ。乾燥しやすい目元だからこそケアも兼ねて塗布しましょう。まずパレットの1番のカラーをアイホール全体につけます。まぶた中央から車のワイパーをイメージして滑らせながら優しくつけていきます。次に2番のカラーを二重幅より少しオーバーめに塗っていきます。つけ方は先ほどと同様です。次に3番のカラーを二重幅に塗っていきます。チップを平らにして目頭から目尻へ塗っていきましょう。最後に5番のカラーを際からアイラインを引くようにつけていきましょう。締め色が入ることで一気に深みが増しますね。チップは少し起こして使うといいですよ。下まぶたにも1番を目頭まで乗せ、さらに目尻から3分の1まで2番を重ねていきます。マスカラはグランディオーズ01番、スワンネック型の25度のカーブブラシがさまざまな目の形にフィットするマスカラです。次に目元に合わせてリップを塗っていきます。今回はヌーディーなぼかしマットで大好評をいただいているシリーズからラプソルルージュインティマット196を使用します。ポイントは塗った後に指でポンポンとなじませること。じゅわっと広がる愛されリップの完成です。最後にチークをのせて秋らしいモードでまとまりのある大人っぽいメイクの完成です。続いて2パターン目のご紹介です。先ほどと同じアイシャドウを使っていきます。まず1番と3番のカラーを混ぜてアイホール全体にのせます。つけ方は先ほどと同様にまぶた中央からワイパーのように滑らせながら優しくつけていきます。次に4番のカラーを二重幅より少しオーバーめに塗ります。際に5番をアイラインのように入れます。この時にチップに一滴お水を含ませて5番をつければさらにフィット感が増し、アイライナーとしても使用できます。下まぶたにも5番を目尻から3分の1まで乗せます。マスカラはパターン1と同様グランディオーズ01番で仕上げます。リップにはラプソルルージュインティマット226の甘め仕上げのウォームベージュを合わせます。チークは頬骨の高い位置から斜めにシャープに入れます。奥行きを感じさせる特別感満載メイクの完成です。いかがでしたでしょうか。西武そごうのショッピングサイト e デパートでもぜひチェックしてみてください。西武池袋本店でもお待ちしております。